アメリカが軍隊を派遣しない理由は非常に複雑です一つは100、100%とは言い切れないが、民主党は総じて戦争を恐れています。しかし、戦争をする傾向が強いのは共和党の大統領で、民主党の方が比較的少ないです。民主党は世論をより重視しています。共和党が世論を気にしないとは言っていませんが、どちらかといえば民主党の方が世論を気にする傾向があります。 バイデン大統領は、世論が今、戦争に行くことを望んでいないと考えていると思います。2つ目は、戦争は非常に膨大な資金がかかります。ロシアは1日にどれだけのお金を費やしたかというと、外部の情報によると数千億円だそうです。たとえアメリカのように強くても、戦争に必要な武器をどれぐらい持っているのか、壊れた武器の修理代もかかります。戦争になればお金がかかるものです。ロシア側も同じです。 なのでアメリカはそんなに長く戦えるほど大きな財力がないと見て、あえて出兵しないで、まず経済制裁の手段を使って様子を見ます。3つ目は、皆様ご存知だと思いますが、アメリカのインフレ率はここしばらく止まらなく、すでに7%を超えています。このまま戦争が続けば10、10%に突入するんじゃないか、あるいは倍増するかもしれないと予想されます。 インフレは人々の生活に直接影響して、世論にも直接影響を与えます。人々の生活と世論と連動しています。もう一つ影響したのは選挙です。今は3月です。戦争がこのまま収束しなければ、およそ4、5月になると、インフレが爆発的に急上昇します。このまま年末の中間選挙まで引き続き上昇すれば、中間選挙自体もする必要がなくなります。 もし、ロシアを怖がらせて、すぐにでも撤退させるほどうまく戦える確信を持っていれば、そして、ウクライナ全体が救われ、世界が幸せになったら話は別ですが、そうすると世論調査の支持率も上がって、選挙にもいい結果につながります。ですが、一旦勝ち目がなければ、むしろ保守的なやり方を取った方が無難です。本格的な戦争に入ってから、今は軍隊派遣しないという切り札を出すまで、その間に他の選択肢があります。 平和自体の派遣によって、ロシアをけん制する目的が達成し、戦いに派兵したように見えないけれど、実際、派兵しています。党首列国史を読むと非常にためになると思います。年内中間選挙のことは以上でした。4つ目は、世界中の人々は今、核戦争について簡単に口にするけど、核戦争がどれほど恐ろしいものか、人々はまだ知らないだけです。 核戦争について語る中で、広島と長崎の原爆、恐ろしさがわかると思いますが、あれでも1万5千トンから2万トンの原子爆弾に過ぎません。もうあれだけの被害に見舞われました。原爆投下後の広島と長崎の写真を見ると、山肌が見えるところまで、ある境界を除いて、基本的に全滅して、無傷の建物はありません。あれは1万5千トンから2万トンの原子爆弾です。 今は、10万トンから100万トンの核兵器のことを言っています。破壊力と殺傷力は全然比べ物にはなりません。10万トン単位で言ったら、爆裂や殺傷する範囲は、8000メートルごとに25%ずつ減少します。4つ目の8000メートル、つまり3万メートルの範囲になったら、殺傷力は限りなくゼロに近いでしょう。だから内部は半壊から全壊まで、どれだけ大変のことになるのか、だから、核戦争。 核戦争と簡単に言えませんし、簡単に口にすることでもありません。旧ソビエト連邦とアメリカは、核兵器の恐ろしさを知っていたからこそ、核兵器を制限するため、戦略兵器削減条約などあらゆる条約に署名したのです。この配慮があったからこそ、ウクライナは、カザフスタンに核兵器を削減させました。現在のウクライナは非常に困難なことかもしれませんが、当時は確かにその考え方が主でした。 つまり、核戦争は本当に怖いものです。そして、アメリカはロシアが核保有国であることが分かっていて、もちろん、そんなことを望んでいるわけではありません。一方、ロシアはアメリカを脅かすために核威嚇をしたのです。次に、話すべきもう一つのポイントは、アメリカは、2つの正面作戦を避けるために、ウクライナに軍隊を派遣することに消極的です。彼はアジアの最前線を重要視しています。 これについては後で話しますので、これが最初のポイントです。第二のポイントは、アメリカが傍観者から見ているという人もいるようですが、そうではありません。アメリカは現在でもかなり関与しています。彼らは外交に深く関わっており、同時に金融制裁にも深く関わっています。彼らはただ出兵していないだけです。ですから、これは傍観者から見ていることとは言えません。もし、彼らが何事もしないなら、 それれれはつまり傍観者だと言われるででしょうこれが最初のポイントです第二のポイントは私がずっと言い続けていることですが、バイデン氏は大統領の座に上がってから、いつもロシアは私たちの敵だ。中共は私たちの激しい競争相手だと言ってます。ですから、バイデンの敵戦略は正しい順序ではないと私は見ています。これについて話しましょう。私はこう見てます。 バイデン氏は最も厳しい言葉を使って、中共は世界で唯一経済、政治、軍事、外交と技術が固まっている国と言われるが、唯一の国際秩序を崩壊させる相手でもある。これを敵とは呼びません。ただ手強い相手ということです。結局、中共はあなたにとって大きな敵であるという呼び方は正しくありません。このことについて、私は最初から言い続けてます。この言い方の矛盾は何の説明になってますか 実際、アメリカは中共が敵であることを知っています。しかし、それをはっきり表明したくないのです。なぜなら、彼は両側に敵を作りたくないのです。しかし、両側に敵を作りたくないのなら、少なくとも敵の順列は正しくしなければなりません。だから今、この戦争は率直に言いますが、ウクライナは惨めな結果になると思います。私、個人的にはウクライナを完全に応援したいと思ってます。 しかし、アメリカの判断、視点からは、ウクライナとロシアの紛争はアメリカの主要な問題ではないと見てます。主な問題は中共である可能性が高いのです。ですから、私はアメリカはウクライナに兵士を送ることができないと言ったのです。もし、ウクライナに軍隊を派遣しなければならない場合に、もちろん、米軍は両側で戦っても勝つことになります。しかし、代償が高すぎます。賢い国はおそらくそれをしないでしょう。 だから私が言っているように、アメリカは中共を戦略的に優先的考慮に入れました。ロシアは主な敵ではありません。中共が主な敵です。だからここに軍隊を送ることはできません。これは2番目の考慮事項です。3点目は、前回お話ししたことを見ましょう。ロシアがウクライナに現れてたとき、ブリンケン国務長官はどこに行ったのですかインド太平洋。彼はインド太平洋に行きました。 そしてそこで戦争が起こっています。戦争が勃発しようとしているのを見ながら、あなたはインド太平洋に行きました。何が目的ですか彼はアジアでの戦争の勃発を阻止している姿勢を見せます。つまり、2つの前線の戦争を避けるためです。だから私はこう言います。実際、アメリカの抑止行動は良い仕事をしてました。今までのところはよくできたと思います。 もし、私にもう一言、言わせてもらえるなら、アメリカはもっと積極的なアクションを取れるはずです。そうしたら、あちらの戦闘は少し楽観的になると思えるでしょう。前回も言ったように、アメリカは今はっきりと表明してます。彼はアジアに5層の空母を発見しています。3層の大型空母、2層の軽空母、そして原子力潜水艦を前にグアムで露出したが、今はそれがどこに行ったのか誰も分かりません。 とといいうことはつまり、中共を威嚇することに対するアメリカの態度は非常に明白です。さて、あちらで戦争が起こるのか、例えばすでにあちらで戦いがあるとしましょう。その結果、あなたはここで、あなたの力量を発揮して、何をしますか。ここで戦争が勃発するのを心配するからです。 強いて言えば、私は中共を抑制することで、少なくとも、中共が台湾海峡で戦争を爆発させるのを思いとどまらせなければなりません。賢く言えば、私は2つの正面を避けるために、戦略的に配置策をしています。実際、このアクションは次のようになります。もし、あなたがそれが十分ではないというなら、アメリカは台湾海峡を通過する航空母艦を送りました。それで、あなたはまだそれを不十分言い。 では、アメリカは国防および安全保障の上級官僚前任者の5人を台湾に送りました。もしかして、一部の人々は、これらの5人の交換が、ポンペオで脚光を浴びたいと言っているかもしれないのです。それが最後の最後での考慮事項かもしれません。本当の考慮事項は、中共あなたたちは誤解しないでください。私たちアメリカの動機を誤解しないでください。 私たちアメリカはウクライナでのロシアの戦争に非常に腹を立てています。ただし、私たちは必ず彼らに対処します。ですから、私が気を取られているとは思わないでください。今、あなたたちは台湾海峡を越えることができるとは思わないでください。面倒なトラブルを起こさないでください。中共に迷惑をかけないことを抑制します。そうして、私たちはロシアを倒すことに集中できます。 ですから、大統領の特別任務団を台湾に送りました。一つに、大統領特別任務団を最初に送ることです。二つ目は、台湾海峡に多くの空母を配置することです。それから、アメリカは特別声明を発表しました。この声明は何のためですか分かったでしょう。中共にはっきりさせておきたいのです。私たちアメリカは台湾海峡を非常に重要視しています。ここでは戦争はまだ起こってません。 あそこではもう戦争が起こっていますが、私たちは現任の国務長官をここに送ります。それはアメリカが二つの正面戦争を避けていることを意味します。中共は自分の行動を慎重に考えるべきです。 私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。